1月31日キャンプイン前夜、就任4年目の阪神、矢野監督が全体ミーティングで今季限りでの退任を表明。まさかのキャンプイン前での退任発表ということで、これには現在ネットなどで阪神ファン含め、野球ファンが騒然としています。普通シーズン終了後に責任を取る形で退任発表を行うのが通例ではありますが、一体なぜ退任発表をキャンプ前にしたのか。矢野監督本人のコメントを見てみると、今シーズンをもって監督派退任しようと思っているので、選手たちには伝えました。俺も選手たちに後悔のない野球人生を歩んでもらいたいと言っている中、俺自身退路を決めることで監督として、今日の挨拶でも、これで最後だな、と思って話をさせてもらいました、とのこと。運動なんでしょうか、退路を決めることによって、より自分にプレッシャーを与えて、シーズンを戦い抜きたいといった意図なのでしょうか。これに関して、ネットでのコメントを拾ってみると、阪神はいつも監督人事で揉めるから、早めに言うのはいいとは思う、思い切って采配してほしい。監督がシーズン当初に辞任を発表すると、選手もコーチも、来年いない監督にアピールするモチベーションが上がらず、良い成績につながらない気がする。だったら今年からやらない方が良かったのでは？辞めることを非難するつもりはないけれども、この時期に発表する意図が理解できない。あまりにも突然すぎるし、これから1年を叩くための基礎を作り上げるキャンプ前である、これは矢野監督のフライングじゃないのかと思う。発表はもっと慎重であるべきだったと思う、とのこと。キャンプイン前夜での退任発表には、賛否両論といった意見が散見されました。特に阪神の監督をすることが難しいといった共通理解がファンの間ではよく見られましたね。また阪神野手キャプテンの、キャッチャー坂本誠志郎選手のコメントでは、自分たちのやることは変わらない。野球で表現したい。監督からは思うようにやってくれればいいと言ってもらえた、とのこと。選手側からは退任発表に関して、自分たちのやることは変わらないという意見もあれば、このようなコメントもございます。矢野はタブーを破ってしまった。とコメントするのはプロ野球界のご意見番江本、武則氏。江本氏といえば、数々の辛口とも取れる発言から炎上を繰り返し、たびたびネット界隈を騒がせているその人であり、また元阪神投手ということで球団の OB でもあります。その江本氏が聞くところによると、どうやら選手の前で、辞める以上は、好きなことをさせてもらう、と宣言したそう。これが事実なら、開き直りというか、どこか投げやりな空気も醸し出しているということ。これらの通り、退任発表をキャンプイン前にすることは異例中の異例であり、いったなぜ、この異例のタイミングで矢野監督派、今季限り退任、を表明したのか。ザ・ページさんの記事にてこのようなことが書かれていました。優勝を逃した昨シーズン派、ネットのコメント欄やスンスが監督の采配批判で何度となく炎上した、ヤクルトとの試合でサイン盗みの疑いをかけられる大騒動が起きた際には、矢野監督の指揮官としてあるまじき暴言が電波に乗り、批判派大炎上、手がつけられない状況に監督自身の神経もすり減り、チームにも少なからず影響を与えた、矢野批判の矛先派、矢野やめろコール、へと向かった、勝負の今季こそはグラウンド内だけに集中したい。雑音を封じ込めるには、自らの身体をシーズン前に明かすという禁じ手を使うしかなかったとのこと。なんと昨年にあったサイン盗み事件が今回の早期退任発表に繋がった直接的な原因だということである。サイン盗み事件とは、7月6日、神宮球場、ヤクルト阪神戦にて、阪神が4点リードで迎えた5回、二塁の攻撃で、左腕のヤクルト田口和人が阪神の新人佐藤輝明に初球を投じる直前に、二塁走者の阪神近本浩二が膝に置いていた左手を横にまっすぐに伸ばして停止、その後、膝の上に戻した左手をまた一度、二度、シュッシュと動かす不自然な行為をしたとのこと、それはまるで打席の佐藤に投手が投げるコースを教えるような伝達動作にも見え、その行動が阪神のサイン盗みではないかという、球場内を騒然とさせる事件が起きました。当時サードを守っていたヤクルトの若き主砲村上が、審判に対して、その行動はサイン盗みではないか、動いたらあかんっすよ、と、自身の左手のグローブで、不審な行動を起こした近本を刺して審判にアピール。このような紛らわしい行為は当然疑いを生むため、プロ野球界ではご法度とされていました。しかし、その村上の指摘に対し、阪神のベンチが大激怒。ごちゃごちゃ言うな。絶対やってへんわ。アホ、ボケ、などと阪神ベンチからヤクルト村上に暴言を浴びせ、阪神矢野監督自身も、やるわけないやろ。ボケ、などの暴言を浴びせたことが、カメラに捉えられており、阪神ベンチから21歳の村上に対し裾を叩き、暴言を浴びせられた村上派、矢野監督と井上ヘッドを睨みつけて三塁ベンチへ向かってのしのし徒歩を進めると、動くな、こら、と阪神ベンチからまたヤジが飛び、そのまま試合は0戦状態になりストップする事態に、ネット前で審判団を挟んで矢野監督と高津監督が長らく協議することになりました。これについてファンの声を聞くと、SNS、ネット上では、矢野監督に批判の声が殺到。矢野監督に心底がっかりした。今年は阪神を応援していたけど、今回の件で無理です。
巨人かヤクルトに優勝してほしいなどの他に、村上が男すぎる、言いがかりつけられる行為って大きくからな、ずっと言われてずっと目をつけられる近本が悪いよマジで。ちな役だけど阪神の対応派大人だったわ、村上と高津派子供すぎ、こういうところに一流と二流の差が出るわ。などと若いヤクルト村上に対しての称賛の声や、また相手のひいきチームを立てるコメントが散見されていました。以上がサイン盗み事件の大まかな出来事です。早期退任発表の原因がサイン盗み事件にあった可能性に関してファンの意見では、マジかよネットのコメント欄最低やな。もしサイン盗み騒動なかったらもう何年かやってたと思う。やろやめろ。半分派半身が悪かったとはいえさすがに叩かれすぎだったわ。誰だってやむよ。やめたらあかんすよ。これ基本的に矢野が悪くね。サイン盗みの件めちゃくちゃ阪神球団に聞いてるみたいだし、勝っても負けても今年で矢野の退任派決まってたと思うけどな。矢野派それにムカついたから意思返しに今発表したんだろう。とのこと。サイン盗み事件において矢野監督の対応の悪さを指摘するコメントや、そのコメントに対しての擁護などがネットなどでは散見されていました。果たして実際派どうなのか、本当にあのサイン盗み事件での昇進が主な原因なのか。矢野監督の、お知る球団関係者らしい推察を、当記事から見てみると、4年前に監督就任した時、矢野監督派コーチ陣に、言葉派波動、という話で、人に何かを伝えようと思ったら、まず派自分がその選手をどう思うか、どうなってほしいか、お相手に伝える。その上で、伝えた以上派相手に自分がその言動にふさわしい、アプローチができる人間でいないといけない、という話をされていました。そういう意味で、まず自分が発言し、4年までにはない自分の覚悟を示しておきたかったのではないかと思います。また矢野監督と近い関係者曰く、良くも悪くも、抜くことができない人、上司借りに来られない人のために、とか、ファンの声に全力で答えないと絶対に納得しない、という、長いペナントレースを考えれば捨てゲームを作ることも大事だが、それはできない。そんな一途な性格だからこそ、今年は何があっても、責任は全て自分が受けたまわると、自分のあり方に覚悟を決めたからこそ、相手先に発信したと思う、とのこと。周りの関係者の話を聞く限りでは、良くも悪くも正直な人間であることが伺えますね。矢野監督かつての恩師である、名将の村勝也さん、通称のムさんはこのような言葉を残していました。阪神には星野のような怖い監督が合う、人気に油をかいた選手を殴ってでも引っ張っていく指揮官が向いている、矢野も俺と一緒で星野タイプではない。頑張ってほしいが心配や。矢野には気になるところもある。天才的な選手だった監督によくある欠点派。自分が天才だから野球に哲学がなく、監督になっても目の前の試合に一喜一憂してしまうこと。味方がホームランを打つと真っ先にベンチを飛び出してくるとかね。それと同じことをやっているのが矢野だ。試合中に白い歯を見せ、選手と一緒になって万歳する。とのこと。目の前の試合に一喜一憂するということから推察するに、あのサイン盗み事件において、年下のヤクルト村上選手に怒鳴ってしまったのでしょうか。そうであるならば、それを見抜いていたノムさんの軽眼恐るべしですね。矢野監督自身派、続投要請を球団からしてもらっていた時に自分の中でも色々考えることも多かった。何が一番チームにとっても選手にとってもいいのかなという中でシーズンが終わって決めました。実は、3年契約が終了した昨年オフに新たに1年契約を締結する際、球団に対して、長々とやるつもりはない、とすでに退任する意向を伝えてあったということでした。いずれにしても、今年、相当な覚悟でシーズンを戦い抜く決意を行った矢野監督、他球団にとっては非常に脅威となっているのではないでしょうか。以上が阪神矢野監督がシーズン前に退任発表をした理由まとめでした。果たして今シーズンの阪神派優勝できるのか、皆さん今後の阪神の活躍にご注目ください。